どうしましょう。あ、全然なんでも。あ、始まった。始まりました。パパ、どうしました。あ、ちょっと声が。ちょっとインスタに。あ、いいですね。あ、暗いね。でも、本当ですね。あっちだと明るく見える。不思議。じゃあ、少し、ね、こんにちは。こんにちは。お久しぶりです。久しぶりですね。あ、どうしよう。名前を。虹色ハーブのりこです。と、ヒーリングサロンキキです。ハノハノマリナヤシオです。今日はゲストで、はい、ゲスト、よしこさんのに来ていただいてます。あ、よろしくお願いします。初めてですか、インスタライブに出るのが。初めてですよ。いきなりびっくりしますよ。すごい。これですか。それ教えてください。あの、じゃあ気持ちの整理もつかないままここにいる感じですか。はい。こうやってやるんですかみたいな。あ、始まってるんですかみたいな。うん、気に取られる。はい、これはあののりこワールドですか。こうやってハマっていくんですか。ハマっていく。そうかもしれません。それって結構あれですね、こう考える余裕もない感じ。そうです、そうです。気づいたらハマっている。そうです、そうです。ハマっているのかどうかもわからない。とにかく恐ろしいけど楽しいからいいですね。いいですね。これも味わって、はい、いいですね。ドキドキを、驚きますね、本当。で、よしこさんは昨日から出雲に全泊をして、うん、はあ、いらっしゃるんですけど、そうです。昨日一日雨だったんですけど、うん、どんな感じでしたか、出雲の。あ、ゆっくり来て、道中は雨だったけど、着いたら、もうだいたい上がってて、うん、で、あののりこさんに教えていただいた喫茶店に行って、うん、パン屋さんに行って、ゆっくり一人でゆっくりご飯を味わって、なんか、はぁみたいな。自分を、はい、のんびりさせてあげようと思って、それができてよかったなと。それをしてあげよう、今までできなかったってことですよね、それを自分に許可ができて、でゆっくり過ごすことが、ゆっくり過ごすことをしようって思われたのって、どういう感じだったんですか、ね、それちょっと待って、それをちょっと、ごめん、ちょっと分かんないですけど、とにかく、安代さんと真子さんに会いたいと思って、それで出雲にワークがあるから、カウンセリングに来るから、出雲に来るんだったら、もう絶対真子さんと安代さんに会いたいと思って、でそしたら時間が遠いので、時間がないからいつもね、ワークだけしてすぐ帰る感じで、もういっぱいいっぱいなんですよ。だから、あ、じゃあいっそのこと1日前に来て、ゆっくりして、カウンセリングもゆっくりして、おしゃべりできたらいいなと思って来たんです。ただそれそれ用意だけ、ね、1月だから雪のこともあるじゃないですか。そうなんです、そうなんです、そうです。カウンセリングに来られるとかっていう、その以前の問題で、Zoom とかでもできるはずなのに、そこも選択肢があんまりなくって、バスで来るとか、そういうのも検討されてたので、あ、すごいなと思って、もう生がいい、生がいいって、のりこさんの、やつはそう思っていて。で、まあ、会うのはね、来ないとね、会えないの で絶対行きたいなと思って、ね、ゆっくり来れば、ゆっくり来ればなんとかなるんじゃないかと思って、時間かけて、雪が降ってても、ゆっくり走ってくれば来れるかなと思ったから、
そうそうそう、全泊で、ね、嬉しいです。生でお会いできて嬉しいです。私も嬉しい。普段は鈴健さんのサロンでしかお会いされたことがない、この3人のメンバーが生で会って、はい、どんな感じでしたか？あ、なんか、あ、よしこさんとかの印象ですよね、うん、よしこさんしか。あ、その画面上で話すのと実際会ってみて、うん、どういう気持ちが、印象が違いました。印象違う。そうですよ。夏夏な感じがします。エネルギーが。あ、時間に味わうってこと。時間に。あ、うん、あ、画面を通して、ね、うん、なんかこんな感じかなっていうのしか、うん、まあ喋って感じるんですけど、藤川がこの場とか、うん、この雰囲気がさらに違って見えました。うん、あ、そうですか。はつらつだったんですね。うん、素直な方だし、それがすごいっていう、とにかくすごい、すごい素敵です。まこさん顔が小さいです。え、嬉しい。今日は絶賛ニキビ吹きでちょっと疲れが出てますが、ね、嬉しい。カウンセリングで、うん、多分こう高揚してるっていうか、うん、自分も上がってるので、うん、あの元気があったのかもかな。ああ、のりこさんもともとも持ってらっしゃったから出てきて出て、うん、感じました。パワーもらいました。そう、うん、私は、うん、もう憧れ的に見てたので、あの YouTube に出てる、うん、人たちに会いたいみたいな感じで来て、ドキドキみたいな、うん、あ、そんな感じで、ドキドキして、だからすごく、なんか、そう、うん、あの遠慮があるので、うんうん、あの私のようなものがあるので、うん、あのちょっとこう引いて、あの、すいませんみたいな感じで、うん、自分を引いて、あ、いや、でもご飯食べてね、食べてちょっとおしゃべりしたので、あの緩んでますけれど、はい、すいませんみたいな感じで来ました。やすこさんはどうですか？はい、私、やすこさんファンだったので、すごいサロンで見てて、もうなんか素直さが尊いと思って。なんかこう憧れるんですよね、その素直にお話しされてることが、ちょっと泣きそう。びっくりする。すごい私の中でこう刺激になってて、ですごい会えるのも楽しみにしてて、で実際お会いしたらやっぱり輪をかけて、うん、本当に素直な方なんだろう、うん、素直ですよね、普段が一緒、なんていうんですか、本当にそのままの方なんだなって。でやっぱりそのパワフルなのも伝わってくるし、なんかお会いできて、生っていいですね。生っていいですね。かわいらしい。うん、嬉しい。ありがとうございます。はい。え、私？そう。え、なんかその、なんですかね。もともとはお客さんとして出会って、で、その方がこうまた輪ができて縁がつながったっていうのがを見てるのがすごい幸せで、それで皆さんがまたね一緒に仲良くなると、それを見てると思うと楽しみたいなって思います。いいですね。こういうの素敵、嬉しい。そうで、サロンで見てて、ああそうなんですよとか、こう思ってても、その個人的にあのね、あの安田さんとか言えないじゃないですか、あの最中で、そうそう。だからなんか、あの、まあ他の方もね、あるけど、会える距離だから、そうですよね、直接話せて、まあすっきりっていうか嬉しい。で、ね、今日はあの食べていただいたのが、木曜日にカフェ、あの虹色ハーブカフェがあるんですけど、はい、そこで出す軽食で、今回は
まこちゃんがまた考えてくださって、はい、水まこでメニューは、はい、パスタセット、パスタセットで、はい、でなんかパスタが、うん、トマト、トマトですね、うん、トマトパスタ、トマトパスタ具が入った、うん、はい、ナスが入って、ナスとあとなんかそうですね、うんうん、その他もろもろでサラダもすごく美味しくて、ありがとうございます、うん、爽やかなサラダと、うん、はい、あとヨーグルト、ヨーグルトつけて、でハーブティーもつけて、はいはい、また何食作るのかっていうのもまたあるので、うん、はい、そうですね、うん、またどれぐらいちょっと近いうちに、うんうん、はい、うん、はい、今日も写真撮って、あ、そうですね、宣伝ですね、うん、写真を撮って、はい、ブログに上げるので、うん、はい、またよろしければ食べに来てください、心より、はい、お待ちしております、愛がこもってます、すごい楽しそうに作ってくださって、楽しくやってますので、はい、はい、これいい経験です、うん、でまた感じられるかもしれないですね、うん、そうですね、初回も、うん、すごかったです、初回って本当あっという間に1日が終わった、はい、うん、本当に、うん、でもなんか濃かったですね、ずっと動いとられたイメージがあって、うん、本当ですか、え、うん、私そんなにゆったりやってるあの楽しみながら、うん、とにかく楽しいでした、うん、楽しみなことです、こうなっちゃう、この動きなんだこの場の雰囲気を浸りながら乗りながら、うん、はい、やってました、でなんか初めてのお客さんとも話されてたし、うん、そんな自分もびっくりしました、こっちで話されたかと思ったら今度こっちの人と喋っておられて、うん、いい感じで、うん、なんか私と、うん、まあ、こっちこっちのお客さん で終わったらこっちに来てみたい な, なんかいい、確かに、ね、そうですね、役割してましたね、はい、自然に自分でもびっくり、あ、こんなに人と楽しく話せることが、うん、最近感じてて、うん、わーって自分でも感じました、いろいろ、うん、で年齢とか関係ないんですね、関係ないみたいなのってね、そう思いました、あ、年上の人が結構多かったじゃない、うん、二人にとっては、ね、あ、そう、うん、あ、確かに、うん、あ、そうですね、でまた、ね、次はどういう方が来られるか分かりません、はい、楽しみで、うん、なんかありそうですね、はい、広がりそうです、うん、はい、では終わります、こんな感じで、はい、ではまた、あ、私も、はい、なんかコメントが、あ、そう、まゆみさん、まゆみさん、はい、ちょっとまだ終わってないですよ、まゆみさん、こんにちは、こんにちは、こんにちは、あ、お名前聞いてます、あ、いっぱいか、なんか見てくださってたの、うん、あ、みゆきさん、そうなんですね、みゆきさん、あ、ありがとうございます、こんなん出るの、こんなに、はい、皆さんありがとうございます、嬉しい嬉しい、なんか見えなくてすごい遠くからやってるので、ありがとうございます、ありがとうございます、ではまた、最後、すごい嬉しい、あれ、はい、お客さん、前食べに来てくださったお客さん、